ゼロまでいい大好きそれちくわです、純日本です、これをね半分に切ってもらいます。あのいいですね飲んでてまだあんでいいっすよ、あ全然 OK です。はい、そうですよね、うん、飲みながら行きましょうね。マスターも飲んでよはい、ちくわをですね、あこんな飲み物がセレゴンセロマネー、来年はモンゴル語覚えますフランス語でね、多分ね、はい、 OK です。怖いわということで、はい、田さんのギターがいいですね、波間のギターで、俺もギター弾けたらよかったな、包丁向けたら、そうですねということで、ちょっとねサラミのチーズをですねちょっと切ってみたいと思います。でこれをですね、本当はベビーチーズがいいんですけど、要はあの、なんだ、あの学校の給食に出るようなあの長細いチーズですね、あれがいいんですけど、あれが出てきた時にはあの半分に切っていただく感じでいいかなと思います。それをですね、このちくわの半分に切ったここに入れていただきたい。わかります、こういう感じ、アップいきますか、あ私じゃなくてこういう感じですね、あのちょっとこう入れていただく感じですね、こういうどうでしょうか、こんな感じで、こんな感じになるんですけど、どうでしょう、いいですか、ね、はい、ということでですね、これをですねちょっと加工して、クッキーの次に行きたいと思うんですけど、よろしいですか、はい、 OK です。こんなのはあの普通じゃないですか、あの実際はここにアスパラも入れてもいいし、何でもいいんですよ、なんか入れてもな、実際はここのアットなんですよ、ちょっとお皿を借りてもいいですかね、いいっすよねいい曲ですねえ、ということでマヨネーズ目分量です、だいたいマヨネーズ2ぐらい、あれ粒マスタードこれ1ぐらいですかね、もうちょっとですね、入れていただいて、こんな感じ、ここにですね、お醤油をね、ちょっとだけ、醤油どこ
なかなか先に進まないんですけど。皆さん、ハモリ。曲も終わったところで、あざーす。丁寧に、ワンショットワンショット。目が几帳面なんです、うん。知ってます。アスパラがあったらもっと良かったですよね。うん、ね、あね、でもさ、これって何でも OK じゃないですか。はいはい、ちくわの間に入れるのは。なんでね。これは皆さんのアレンジで何とかしてもらいたいなっていうところなんで、やってください。はい。いいですか。閉めちゃおうかな。開けちゃおうかな。閉めちゃおうかな。ありがとうございます。